それがどうかしたのか。この子は大切に扱ってやれよ。ったく、分かったって言えばいいものを。まあ使えないことはないが、休日は電力が低下しているからあんまり使わん方がいいだろうな。明日ならいつでも使えるぞ。月曜から土曜までなら完全な状態で使えるな。また来いや。
所長、本社へのメイド確認の書類ができましたのでチェックしていただけますか。それでは行きまちゅ。所長、大丈夫でちゅから話してくだちゃい。別に怒ってなんかいません。これは落ちそうになって心拍数が上がったからでちゅ。これとこれを持ってくだちゃい。だらしないでちゅね。男の子でちょ。大丈夫でちゅか。そういえば。
私の実家に伝わる痛み止めの薬でちゅ。これは体の内側から治すんでちゅ。大丈夫でちゅ。はい、お水でちゅ。牛の糞を生成したものでちゅから害は全くありまちぇん。そんなことありまちぇん。ちゃんと聞いてまちゅよ。これは社長にあげまちゅので、また痛み出したら飲んでくだちゃい。私は痛いところはないでちゅから。昔に一回だけ。効き目はちゃんとありまちゅから大丈夫でちゅ。社長、ちょっといいでちゅか？渡したいものがあるので、ちょっと秘書室まで来てもらえまちぇんか？